今回の動画はですね、スパイクについてです。ずらっとですね、今こちらに並んでますね。幅跳びのスパイクと、まあ、短距離のスパイクも入ってます。短距離のスパイクはここの 1,2,3 点ですね。ここの 1,2,3 この3つが幅跳びのスパイクになります。で、実際これ今現時点僕が履いてるのはこの黒シルバーのスパイクになります。幅スパですね。一番この中で古いのが向かって左手の方にあるあの黄色ですね。あの黄色のスパイク、これがですね、僕が高校の時に履いてたスパイクですね。ここにね、不動心成田高校と書いてある、これを背負ってですね、インターハイその他の試合を出てました。で、何気に劣化してね、なんかソールが剥がれたりしてるかなと思ったら剥がれてなかったですね。僕は高校生なんで、もう15年前ぐらい、もうそれぐらい前のそのソールなんですけど、これシャークスキンって言うんですよ。こっからここがビーッとこうあるもの、これシャークスキンって言います。このタイプが僕ずっと好きだったんですよね。つい最近までもずっとこのシャークスキンタイプで飛んでました。だからもう15、6年前からこのプレートはあったんですよ。アッパーっていうね、この表面のところは多少やっぱり軽量化されてて、今僕が履いてるこのメッシュっていうのはやっぱり軽くなってるんですよね。軽くなってます。で、ソールの方もちょっと変化してます。ここ専門的な名前があると思うんですけど、僕の中では蜂の巣って呼んでるんですけど、ここがね、さっきの15クルメ前のこのソールとちょっと違うんです。ここまであるのと、ここが蜂の巣型になってしまってるもの。これなんでかっていうと、こう踏み切った時にここから割れるんですよ。これもう実際もう割れてますね。ここから割れるっていう、この割れるっていうのを防ぐために、こういうふうにここもプラスチックにして形が変わってるっていうものです。で、ここからちょっとマニアックな話どんどんいきます。これが実際ね、あの昔のプレートのまま履いてた、これ赤なんですけど、これシャークスキンタイプ。僕はつま先からこのかかとぐらいまで全部カーボン入れてくれって言って、これもスペシャルオーダーになってます。なのでこれまあ売ってないですね。そもそもこの後ろがシャークスキンタイプっていうのは世の中に出回ってないです。スペシャルオーダーか注文しないと、こういうふうにしてくださいってしないと出てこないタイプなんですね。なのでスパイクのマニアックな人たちからすると、とかっていうふうに思ってくれると嬉しいですね。僕の場合このかかとぐらいまで実際カーボンのプレートが入ってるんですよ。すごい硬いんですけど、その硬いのを曲げることによってバーンと反発くるんで、もうめちゃめちゃ硬くしてもらいました。ただ今これを扱えるかって言ったらもう扱えないですね。これを扱うぐらいの、これを曲げるっていうぐらいのパワーはもう備わってないと思います、僕の中には。なのでこれじゃなくて、今はちょっとこっちのね、楽して飛べるって言ったらあれですけど、これ角度がここ太くなってるんですよね。スパイクを購入する際に確認してもらいたいのが、つま先をこう上げて見てもらうと、この高さありますよね。これ角度がついてるから、これぐらいの高さが出るんですよ、こういう風に。で、片やこっちフラットの方のシャークスキンタイプ、これね、高さ角度がこっちよりないんですよ。ちょっと分かりやすくやると、これとこの高さ、このちょっとした微妙な高さがだいぶ踏み切りの時に変わるんですよね。ここが厚いか、こっち厚くないんですよ、こっちほど。だから走る時に、実際僕は結構フラットの方が走りやすいっていう昔タイプだったんで、かかとからつま先まである程度フラットにしてくれって言って作ってもらったのがこのスパイクだったんですね。なので今はちょっとね、踏み切りでこの角度のついたもので高さを出させてもらいたいっていうことで、このスパイクを今履いてます。こっからもっとマニアックです。このスパイクのタイプは見たことないと思います。つま先からかかとまで全部シャークスキン。このピンの配置、僕全部言いました。これオーダーです。このピンの配置ないです。
横一列でここ揃えてくれ。僕は外側に逃げるんで、この外側のピンの配置も結構ギリギリまでやってくれっていう。でここの配置で、ここの真ん中僕いらないっていうんで、ここ取ってもらって、でつま先の方もあんまりつま先寄りだとつま先でこう書くっていう癖がつくんで、ちょっと後ろにしてくれっていう、もう本当にだいぶスペシャルオーダーなスパイクです。でカーボンももちろん入れてくれと。このスパイクシャークスキンタイプ、まあ真上から見たら、まあアッパーは普通なんで、普通の幅スパじゃないかって思うんですけど、裏見たらとんでもない、なんだこのスパイクっていうね。だいたいこの手のスパイクはやり投げとか、やり投げはかかとにもついてるんでブロックするんでね、やり投げタイプの裏のソールになってますね。まあこれも今じゃもう使ってないですね。使ってない、硬いんですよ。とにかくめちゃめちゃ硬くて、これ足の裏測定器もう一回履いたらすぐ痛くなるっていうぐらい硬いんで、これ使ってないです。実際そのアジア選手権とかで入賞した時は、これちょっともう上げちゃったんですけど、スパイクを。このシャークスキンタイプではない、こっちのタイプで、こっちのタイプでアッパーがこのね、短距離のインクスタイプ、アッパーだけ短距離で、裏はこの幅跳びのプレートで飛んでました。それで8メートルとか飛んでた時代があります。ただこのアッパーの、なんでこういう風にしっかりとこうメッシュでね、軽量化されつつちょっとこう頑丈になってるかっていうのを、それで初めて気づいたんですけど、飛んだ時にやっぱり足ってすっごいねじれるんですよ。ぐにゃんってねじれるんです。アッパーがやっぱ短距離のタイプだと、これはインクスって穴開いてるんで柔らかいんですよね。だからもうすぐに、裏は新品でまだまだいけるけど、アッパーだけがもうぐにゃぐにゃになって、踏み切った時にもうどんどん外に逃げたりして足首が痛くなったっていう、そういうスパイクだったんです。だからもう一回履いたら終わりみたいな、すごいなんかコスト的に悪いスパイクをスペシャルオーダーして作ってもらってたって時代が1年ぐらいあります。で今はもうそれはもう誰かにあげちゃったんで、誰かしら持ってると思うんですけど、もうそれはもう履いてないです。冬季トレーニング中はやっぱ走り込みが多くなるんで、これも走り込み専用の、僕がオーダーで作ってもらってるスパイクです。これはもう10年以上もこのタイプで作って、冬の時はこれで走るんですけど、アッパーはスプリントタイプ、これは多分、ハードルだったかな、ハードルのタイプのアッパーで、この裏が 800m とか中長距離によくあるプレートなんです。それをこう合体してもらって作ってもらったスペシャルオーダーの走り用のスパイクですね。なんかピンも非常に短いです。なんでちょっとこうシューズよりも頑丈で、反発があってかかとにクッション性があって、走り込んでもそこまで疲労がたまらず、でシューズにスパイクがついてるんでスピードも出るっていう、なんかこう本当にすごい、僕がこうわがまま言って作ってもらった中では一番なんか頑丈でいいスパイクだなと思ってます。ただこれでね、幅跳びを一回飛ぼうと思ったんですけど、やっぱり800のプレートは柔らかいんで、こういう圧力でぐにゃっとこうね曲がって足の裏が痛くなったっていう経験があるんで、こういうタイプもある程度大人になってきたらもう履けないですね。幅跳びを飛ぼうと思ったら、中学生とか小学生ぐらいであれば土でもトラックでも使えるような、そういうスパイクでもまだいける筋力なんでいいんですけど、ある程度スピードが出てきたりパワーがあったら、結構スパイクによって記録が大幅に変わったりし始めるタイミングが来るので、ちょっとねこのスパイク選びっていうところで、ここ最近いろんなそのご質問があるんで、こういうふうに僕が今使っているものをラインナップしてお伝えしております。まず最初こっちの幅跳びのスパイクの方なんですけど、僕がやっぱりこういうのがいいよっていうのは、かかとが薄くてちょっとね先端の方が厚みがある方、そっちの方がやっぱり踏み切りの時に助けてくれるし走れるしっていうので、僕は勧めます。おすすめなんです。この中でね、これが一番結構太いんですけど、これよりも太い三段跳びとか、そういう三段跳び幅跳び兼用ってなると、三段跳びでかかとを潰さないようにちょっと分厚くできてるんです。
あとポール棒高跳びとかもそうですね。なんで三段跳び棒高跳びは全然暑くてもいいんですけど、幅跳びは暑いと走れないんでおすすめしないです。暑いと転がらないんですよね、走るときにカタカタして助走スピードがだいぶ遅くなったり、なんか走り方がおかしくなるっていうのがよく指導中にもあったんで、だったらこっちの方がいいんじゃないって、こうスパイクを変えただけでも全く別人になるっていう、だいたいそれぐらいが別人になるタイミングっていうのが、中学生とか高校生はなんかこうスパイクでなんか変なことなってんじゃないのみたいなことが多い選手が多いです。だからスパイクを買うっていう時はまずこういうふうに角度をちょっとこう確認したりして、ね、かかとはこう薄いのかとか、で実際に履いてみるのもそれは間違いないんですけど、このかかとからつま先までのここのラインはどういうふうに先端までいってるのかっていうのを確認してから買った方がいいです。幅跳び専用だから買うだと、もうものすごくなんか太くて走りづらいスパイクを買ってしまったりとかっていう、そういうね失敗も絶対あります。なのでこういったね、薄いからって言って短距離スパイクを買うとかっていうのは絶対ダメですよ。短距離スパイクはソールがツルツルなんで、踏切板の白いとかでツルッと滑るんです。で滑るとやっぱ圧迫捻挫とかね、そういう怪我につながるんで、やっぱりあとアッパーが柔らかいんで、さっき言ったように踏み切った時に足首のやっぱ怪我、そういう違和感とかが出やすい靴なので、やっぱりもう専門的にやるっていうんだったら幅跳びのスパイクをきっちりと現場に行って、もうネットで買うとかじゃなくて現場に行って持ってみて、軽いか重いか、かかとの厚さはどうなってるか、先端の厚さはどうなってるか、角度を確認する、でフィット感はどうなのか、この足の幅、先端、足の幅広い人は狭いのを履くとは中でこうやって足が縮まっちゃうんで、それだけのストレスですし、この細くて先端爪がね上に上がってる人、まあ僕もそうなんですけど、上がってるとぴっちりタイプ履くと踏み切った時に、僕一回それで亀裂骨折してるんですけど親指を、ここにストレスがかかってすごく痛いんですよ。なんで絶対にネットだけでなんかかっこいいから買うとかっていうのは本当にお金ももったいないですし、実際現場に行って履いてみていろいろこう手に取って確認しないとスパイクっていうのは本当の良さがわからないんで、絶対買うときは現場に行って確認してください。一番奥のね、このマジックテープのタイプ、これ実際僕このスパイクが短距離スパイクでは一番好きなスパイクなんです。ただもうこれもう廃盤なんですよね、もうなくなっちゃって、でここも穴開いちゃってるんで、もうこれもう使えないんですよ。でこれもね、やっぱり白の短距離スパイクに比べるとここの角度がいいっていうのと、ピンの配置、ここギリギリに1本ある、これが僕の中ではだいぶカーブとか直線走るときにものすごく役立ってた部分なんです。この白いタイプはなくて、ここにあるものがこれないんですよ。こっち、このギリギリにあるところはここ、この差が僕の中でものすごく走りに影響したんですよね。だからこれ別に悪くないんですけど、結構こうカーブの時に逃げてしまうっていうのはもうこのスパイク5だったんですごく分かって、でもこのスパイクなかったんで、もうこれはもう中古とかで買うしかないんですよね。もうでもほとんどないです、探しまくったんですけどないんです。だから来年のシーズンにはこのスパイクがなくなるとかっていうパターンもあるんですよ、そのシーズンで終わりみたいな。スパイク買う際はもう現物持って現場に行って比べて履いて、で確認してください。幅跳びのスパイクは短距離スパイクに比べてピンの長さがね長いです。9ミリです、最初から。なんで9ミリピンって短距離のピンと比べると全く違うんですよね。針型なんで、こっちは針なんで刺さりやすいんですよ。でピンも短いで、こっちは長いし結構こう太いんですよね。パワーとかスピード、そういうものがない選手はわざわざ長いピンを使って走ると刺さって抜くっていう、その作業にパワーすごい使うんで逆にブレーキになりやすいと。この母子球とかここ結構これね、こういう風にやった時に一番この真ん中のところが一点で支えてるっていう
感じに見えるんです。ここが特にこのスパイクの場合は、これがうまく踏み切れればマイナスじゃなくて角度に変わるんですけど、ガンとかいってブレーキになるような踏み切りになると、これめちゃめちゃ邪魔なんですよ。だから僕はここのピンは8ミリにしろとか、そういう風に言っちゃいます。でむしろもうここ全部8ミリにすればとか、ブレーキにならないようにピンでね調整させるとかっていうのも自分が指導している選手たちにはアドバイスしてます。最初からついてるのをバカ正直に使うんではなくて、取れるんで自分の走りになんかブレーキだなマイナスだなと思ったら、そこだけピン変えるのは別にルール違反じゃないんですよ。長くするっていうのはルール違反の、範囲があるんで、9ミリより短くするっていうのは全然問題ないんで、そういうのでもねちょっと工夫してみてください。道具の一つなんでスパイクは、ね、どんな道具を使うかっていうのは人それぞれ自由です。自分に合った道具をスパイクを使って記録を狙ってみてください。